じゃあさて、まあ、3位で通過したセ・リーグもパ・リーグも、3位のチームが王手をかけているということで、まあ、今日どうなるかというね、はい、いわゆる下克上っていうやつですね。そうだね、まあ、3位のチームは、まあ、初戦に関して言えばもう開き直って戦えるとか、まあ、負けでもともとっていうような戦い方ができると思うんだけども、まあ、2位のチームはそういうわけにいかないし、ただ王手をかけられることによって、まあ、もう負けたら終わりなんだから開き直れるっていうね、まあ、本来の力が出しやすいんだけども、さて今日ね、はい、どうなったか早速ですが、ちょっと阪神 DeNA からちょっと振り返ってみたいと思いますが、はい、結果こうなりました。クライマックスシリーズ、ね、お互い万全で戦おうとしている中でこの得点になるのかなというね、まあ、そんな感じがしましたけども、まあ、初回、ね、森下、森下はなんかいい感じで入ってるよね。まあ、ジャクソンの、まあ、シンカー気味のボールなんだけども、シュート回転して内側に入ってくる低め、これをものの見事に打った。あ、阪神先制した、これは今日はいけるなっていうような雰囲気があったと思うんだよね。まあ、しかしすぐさま2回で高橋遥人が投げてる、ね、で2回宮崎がツーベースで、桑原が完全にやっぱり右打ちに来るんだよね。それが外の低めのシンカー気味のボール、ツーシームだったかチェンジアップだったか、それを引っ掛けないでうまく右打ちができて、ランナーを進めるどころかチャンスを広げられたんだよね。ノーアウト一塁三塁になりました。一塁三塁になったね。で迎える森が、まあ、初球を内野安打。これね、結構高橋遥人って今年 DeNA に初めて投げるということがあって、やっぱ DeNA の方はやっぱいいピッチャーっていう認識が強いんだよね。まあ、そのために早打ちに来てる。で早打ちに来てるのをやっぱこうストライク投げないと、ストライク投げないとどうしても後手を踏むことになるから、やっぱどんどん行くピッチャーなんだよね。まあ、だけどやっぱこういう試合でさ、早打ちに来てるっていうことは少しボール気味から入るとか、初球は様子を見てどこを待ってるかとか、まあ、見る余裕がなかったのかどうかわからないけども、まあ、そういうことしないでやっぱ森がやっぱこう初球を打って、まあ、満塁を作られる。で戸柱、まあ、初球はカーブの抜けたスライダー、ね、そしたら今度また外の高めのストレート気味のボール、ストレートだったと思うけども、それを、まあ、ツーベースする、ね、それでタイムリー、走者一掃になる。でその後抑えていくんだけど牧に回って、牧も外に、チェンジアップ気味のボールを、センターに打たれるというね。だから、まあ、そこら辺の配球はどうだったかっていうのはなかなかこう分からないけども、その例えばミーティングと違ったようなことをやられるとやっぱ打たれるっていうこともあるだろうし、やっぱ首脳陣としてはやっぱ納得いかないという、やっぱ岡田監督っていうのは攻めるのが好きだから、割と攻めるっていうのは単純に言えばやっぱインサイドをえぐるようなボール、まあ、こういう球が高橋遥人は投げれるはずなんだけど、やっぱかわそうとする、なんかそういうことがちょっと伺い知れたね。アウトコースのまっすぐであったり外に落ちるチェンジアップ気味のボールであったり、そうそうそう、でかわそうかわそうとしてたっていうのが少し岡田監督の逆鱗に触れたかどうかわからないけども、3回表からこれね坂本に変わっていくんだよね。でそれからはしっかり抑えるんだけどさ、まあだけど6回代打報道が、まあこの時にはもう村上に変わってるんだけども、スリーボールワンストライクからなんでインサイドに投げたのかなっていうような思うんだよね。7回ね、フォードが代打、ね、村上ピッチャーはでスリーボールワンストライク、まあ、それからインサイドのカット系のボールを投げるんだけども、やっぱフォードのことをあんまり知らないなっていう、研究不足だなと思うのは、やっぱフォードって基本的に引っ張りのバッターなんだよね。だからその引っ張れるボールをすごく強くコンタクトはできるんだけども、外に逃げるようなボールっていうのは強くコンタクトできないんだよ。
だからそこら辺にウィークポイントがあるのに、まあ、まともにいってしまったというね。この配球の配球というか、まあ、打たれてからちょっと流れがまた変わってきたという。で牧にヒットね、でピンチになればなるほどやっぱ外でかわそうとしてた、梅野と代わって坂本はやっぱインサイドに行きたくなるよね、やっぱね。で、牧にヒットで、まあ投手交代、まあ富田に変わるんだけど、この時にランナー2人いるのかな、塁上はね。梶原選手もレフト前、ああそうだな、梶原も打ったな、レフト前も打って2人ランナーがいて、まあ、富田に村上から変わると。で、ワンエンドワンからやっぱ抜けたスライダー、これをスリーランス打たれるというね。もうこれでほとんどもう勝負が決まっちゃうんだけども、なぜこういう風な試合になっちゃったのかなっていうね。まあ、阪神も実力がありながら、まあ、結局クライマックスシリーズで実力が出せないまま、まあ、終わってしまうっていうのは苦しいとは思うけどもね。だけどなんていうのかな、やっぱりそこら辺のその不満っていうのはずっと持ちながら、岡田監督はやってたような、まあ、配球とかね、なぜ走らないとか、まあ、中嶋監督が言ったけど全力疾走しろって言っても全力疾走しないとか、まあ、そういうことがあって、まあ、求心力が少し落ちてたのかなっていうようなね、まあ、そんな感じもするし、ただまあ DeNA がまあ上がることになって、ファイナルに。でだけど昨日は東、もうこれ登録抹消したけども、で宮崎がサードゴロ、もう途中走るのやめて、あれ肉離れなのか膝靭帯なのか、なんかもう全く動けないような状態になったんで。ちょっと心配だけどもね、ちょっと右足の方を気にしてましたね。だからもう釣って硬直したっていうだけだったらファイナルステージは間に合うかもわからないけども、やっぱ筋肉系の怪我だったら間に合わないと。まあ今日の MVP はね、まあ、いきなりだけども戸柱、もうね話すことがないんだわ、なかなかね阪神戦、まあ、こういう展開になってしまうとさ。ただ DeNA の方は東と宮崎を失うの言葉があれば、まあ、エースと大黒柱をね失うということで、まあ、ファイナルは非常に苦しい戦いになるかなという、もう本当に打って打って打ちまくるしかないというね、まあ、そういう形になって、まあ、その中で戸柱がやっぱ山本がいない中で、まあ、5打点を挙げて、まあ、今日の MVP ということで発表しとくけども、そうだな、苦しいな。そして岡田監督この試合もって、まあそうだな、岡田監督は本当に苦しい1年だったと思うけども、よく2位まで持ってきたと思うんだよね。でまあいろいろ言われることもあっただろうけども、まあ阪神だからね、まあだけどそういうことを耳にせずに、まあ最後までしっかり戦い抜いてたと、思います。でまあこのクライマックスでの、まあ、反省点だとかそういうものはまた、別動画でねまた撮りたいと思いますので、それをご覧ください、ね、岡田監督どうも2年間ですけどもお疲れ様でした。ちなみに岡田監督も試合後のコメントが出ておりまして、はいはい、この試合についてはきっといなと最後の最後に、まあそうだね、あと海の星を3回で交代して坂本選手出したところについては、はい、普通やったら、海野を使わん、うん、来年のためやったらということで坂本選手を起用したなどとコメントされております、うん、なるほどね。まあいろんなことがね腹の中にあるだろうけども、まあとりあえずね、まあ本当にお疲れ様でしたね、まあ、ゆっくり休んでください、はい、で続いて、日本ハム、こちらも、ね、昨日、はい、3位ロッテが勝ちまして、そうだね、まあ日本ハム非常に重い雰囲気だったけども、まあね、どうなったかということ、それとまあ今日昨日は佐々木、今日は小島ということで、日本ハム打線が日本ハム打線を変えてきたんだよね。松郷一番に入れて清宮、水谷、レイエス、万波、
っていうことで、まあ、タミヤをキャッチャー使いながら、まあ、そうやって変えてきたんだよね。まあ、ロッテの方も3番の岡を1番にしたりだとかまして、ちょっと変えてきてるは変えてきてるんだけどもね。角中選手が3番に入りましたね。そうだね。で、角中が状態どうなのかなっていうねことも一つのポイントになるなと。それと中村翔吾を昨日先制ホームランを打ってる中村翔吾をベンチに置いて安田を使ってきたというね、同じ7番に。だからここら辺もすごくポイントになるなっていうふうに思ってたんだけども、試合は小島と金村、ねで始まります。で、立ち上がりどちらがいいかっていうとさ、金村は抜群だったんだよね。だ非常に付け入る隙がなく、まあなんていうのかな、まあ、ヒットも打たれずにというか、誰だ、藤岡に初回に打たれたぐらいで、そのままずっと5回ぐらいまで行くんだよね。で、金村の方は小島の方は3回までに先頭打者をショートの内野安打で3人とも出すんだよ、3回とも。ただその後をしっかり投げて、まあ、ピンチは広がらずに、まあ、無難にっていうよりも、まあ、やっとこうゲームを作ってたっていうようなね、まあ、そんな感じがしたんだよね。で、5回まではもう毎回のヒットだから非常に苦しかったと思うけども、投げてる球自体だとかそういうものはもう素晴らしい球で、で、まあ、佐藤とのコンビでね、まあ、首を振るケースもあったけども、非常にいい配球をね、裏をかく配球をされてたなっていう、日本ハム側からすると、そんな感じがした。事前の情報だと小島投手大体まっすぐが 50%、 変化球が 50% っていう話でしたね。いや、だからその日本ハム打線、日本ハムの選手に、いや、ここで変化球だろうと思うところズバーンと来られると、でもなんかこう変化球ピッチャーだという位置づけじゃないんだよねっていう話をしてて、非常になんか難しいという、たまたまそのゾゾでは打ってるけどエスコンでは打ってないっていう話だったんだよね。だから、まあ、試合が始まってすごく重い雰囲気で、で、金村がもうポン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 投げていって、球数も少なかったですね。球数も少ない、まあ、見事なピッチングをするんだけども、でもね、これあと5回2アウト目打ち取った時にあまりにもね、うまくいきすぎてるんだよ。だからこれ気持ちよくならない方がいいですねっていうふうに思ったのね。で、まあ、言ったんだけどもさ、そしたらホームランを打たれると安田にね、初球の変化球を。だからこの2アウトランナーなし、まあ、安田で、安田の特徴ってすごくこういうクライマックスシリーズだとか、まあ、10月に入るとか9月の末頃からすごく調子がいいんだよね。だからそういう印象もあるし、バイオリズムがそこに合ってるのかなっていうような、まあ、そんな感じがするし、まあ、先制された、もう昨日と全く一緒だよ。同じ5回にホームランで失点ですね。それも同じ7番バッターに打たれるかっていうぐらい昨日とよく似てるんだよね。だからこれ一点先取されたがまた重い雰囲気作るなっていうふうに思ってたので、7回、角中、もうこの人のバッティング抜群だな。あのインサイドの一番厳しいようなボールをライト線に打って、これ本当 の技術のない人だったら切れていくんだけど、やっぱ技術があるな、切れないもん。ポールの横内側を通過して、まあ、ホームランにしたと。また2点先制されたかと。昨日もまた同じ7回にホームランを浴びて2点目、まあ、そうなんだよ。でももう本当にまるっきり一緒なんだよ。一方小島、だん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 調子が上がってきてるんだよね。で、つけ入る隙がなくなってきて、もう全く攻撃にならなかった。でも2点を取って、その7回裏レイエスから始まるんだけど、フォアボールなんだよ。で、万波にいい当たりのライトライナー、あれ、これちょっと様子が変わってきたぞと。で、タミヤに変えて郡司、フォアボール。あ、ここで感じたのは、今まで小島はすごく攻めてたんだけど、2点を取ってもらって、これは守りに入ったなと思った。だからやっぱり一発も打たれたくないし、繋がれたくないし、
だから慎重に慎重に行き出した。今まで大胆にボーンとインサイド突っ込むところをやっぱ落とすボールが増えたりだとか、ものすごくそういうボールが増えてきてフォアボールになった。それはやっぱこう見てたんだろう、吉井監督は。そこでスパッと横山にマルティネスのところで変えた、ね、小島投手ベンチ帰った後の表情が、まあ、ちょっとねうるっときてたというか、やっぱこう俺が思うにやっぱ攻めて最後まで行かなきゃいけなかったのに、なんかこう自分が引いたことを悔やんでたような、フォアボールを出してなぜそのフォアボールになったのかっていうことを反省しながら、やっぱちょっと涙がうるうるしてたね。でマルティネスで横山でワイルドピッチでワンアウト一二塁から二三塁になったんだよね。マルティネスがショートゴロに打ってまず1点を返すんだよ。でずっと昨日から0点に抑えられて、これ1点取ったらやっぱりね選手たちもあこれいけるっていうことになるんだよね。ずっと0点で重い雰囲気だとなかなかね点取るのって大変なんだけど、これ1点内野ゴロでも取れたっていうことが非常に流れを変えた。だけど、まあ、その後横山が抑え、まあ、鈴木が出てきて、抑えられて、まあ、鈴木もいいピッチャーだな本当に。昨日に続いての登板になりましたね。まあ、今日は1人ピシャッと抑えて、さあ9回、ね、どうするか。増田がシーズン中 12.60 のやっぱり日本ハムの防御率で、レースから始まるで、レースを三振、これ計算通りに取った三振なんだよね。だからああこれ手足出んかなとか思いながら、そしたら万波が初球のまっすぐをもう狙いすましてホームラン、2階席まで飛ばしたという。まあかっこよかったな。だけどあれなんでまっすぐで入ったのかなと思ってさ、未だに不思議なんだけども、まあだけどそれを逃さなかったね万波はもう見事だったんだけどね。でその後まあ打ち取るんだけど、まあ同点になったと。で流れを変えたのは、こういう流れに持ってきたっていうのは、山崎達也を8回から投げたんだよね、はい、8回の表から投げたんですね、9番の藤原のとこから使ったんだけど、非常に流れを変えるに、また球場の雰囲気を変えるに最高のピッチャーが残ってたね。今シーズン初の中継ぎの登板ってことでしたね。で今日のために入れたっていう、でどこで使うのかっていうことを考えてたと思うんだけど、最高の場面で8回から使った1点返してからね。そしたら球場の雰囲気も変わるしさ、でロッテとの相性がずっと投げてきて1シーズン防御率がロッテに対して 0.50 かなんだよね。だからほとんど点を取られてだけど、まあフォアボールとか出しながらなんとか抑えていって、まあ、9回の万波 のホームランにつなげるんだけどもね。でもそのままどうするかなと思ったら10回も上がって、まあ、三者凡退に抑え、10回、2者連続三振の後、この時沢村がね上がったんだよ。で沢村ってシーズン中の日本ハムに対しての防御率が 0.00 なんだよね。完璧でしたね。それも40人に対して 0.00 なんだよ。もう完璧だったんだよ。で8番9番を三振三振で抑えて、あやっぱり日本ハム苦手なんだと思ってたら、松郷がフォアボールで、清宮がセンター前でつないで、ツーアウト1、3で、で水谷が入ってたんだけど3番に、やっぱね全く小島に合わずに途中で変えられたんだよね。で浅間を使っててレフトの守備からね。で、まあ、10回に回ってきた。初球まっすぐ簡単に見逃したんだよ。余裕あるなと思ったら今度はその釣り玉みたいなもうクソボールを叩きつけてライト前に持ってってサヨナラにしたというね。まあ本当に感動させられたというか見事だったね。あそこの浅間選手が高めのまっすぐ、あれもまっすぐ狙わないと打てないような、いやもう決め打ちだよ。初球まっすぐを見逃したんでもう一回まっすぐで来るっていうふうな、まあ確かに読みもあったと思うけども、
あのボール本当は打てないよ。まあだけど昨日も悔しい思いをしながらね、まあ今日ベンチに座ってたと思うんだけど、まあこういうチャンスで打てるっていうのはやっぱ並大抵じゃないよ、この選手はね、バッティングの選手という意味でね。やっぱ万波のホームランが出た後、やっぱロッテベンチが、ロッテベンチの表情がものすごく曇ったんだよね。まあ確かに曇るわ。このまま勝ってればクライマックス行って、まあ、明日移動で帰れるっていうところを、やっぱこう、なんていうんだろう、同点に追いつかれたっていうところから、もう本当にね、沈んでたね。だから18勝6敗という、まあ、シーズンの成績、あ、やっぱり日本ハムにはなんか、強いなっていうような感じを植え付けたのか、ねえ、まあ対照的に日本ハムはものすごく気分が上がってるしね。だからもうあのホームランで、まあ、勝利は、まあ、見えたような、まあ、そんな感じはしたけどね。だけど見事な逆転勝ちでしたね。で、まあちゃんとマスターが入ってなかったですね。ああ、マスターが入ってないね。まあここにマスターが入りますね。はい。で、まあヒーローはもう万波、浅間の横浜コンビだよ、横浜高校コンビね。まあ浅間が言ってた、万波が打った後、こいつかっこええなとか思って、まあ野球選手だと憧れるシーンだよね。ああいう同点ホームラン、あのチームを窮地から救うっていうね。で浅間ね、かっこよかったよ、浅間も負けずにね。はい。まあ明日クライマックスがね、ファイナルへと向かうチームはどこかということが、まあ、決まりますけども、はい、明日の先発が日本ハムは北山です。北山ね、北山投手です。でロッテが種市投手になりました。あ、種市ね。種市投手に関しては今日ベンチ入りしてましたもんね。まあそうだね。まあ種市はあの開幕2戦目にね、ものすごい日本ハムに対していいピッチングしてるしね、うん、だからまあどうなんだろうね。北山もまっすぐがね、やっぱ全然人とは1ランク上のまっすぐ投げてくる。まあ明日も楽しみだけども、ね、勢い的には日本ハムかなという感じもするけども、そうです ね、意地を見せるね。やっぱりシーズン通り、やっぱり日本ハムは強いなっていうふうになるのかね。まあ明日また楽しみです。